涙には訳がある。DJ 中野。19日にライコ脱退を発表した。自分の将来に対する不安と葛藤、考えた末出した結論は脱退し音楽から離れるということだった。謝ったんですよ、申し訳ないって。そしたら謝るなと。俺が考えて選んだ道なんだから。俺ら送り出すよ。なんか2回目の青春時代っていうか。今抜けるのはすごい残念ですけど、中野っちはそれ自分で考えて違う道の方が俺はいいんだっていう選択をしたからには、俺らはそれは応援するし、ちょっと一瞬冷たく聞こえるかもしれないですけど、これもなんか長年一緒にいた友情というか、応援してくれるみんなのおかげで頑張ってこれたし、よくファンの子にお父さんとか言われるんで、まあいい親父になってるぞみたいな。じゃあ6人ライコは解散だなっていう。だから俺の中では5人でやるってことはニューライコだと思って、これからはやろうと思ってますね。5人でのニューライコの活動が始まる。5月発売ニューアルバム、レコーディング。1人いない分、それぞれが 1.2 の力を出さなければと。ご覧のスポンサーの提供でお送りします。北海道 の, あの夏のカラッとした感じ。夏って感じだな。作ってからまた通して撮ってみようか。その分かりました。ちょっと寒い感じ、はい、流氷サウンド。流氷ファンタジー。今回プロデュースするのはデパペペなどを手掛ける中村太一。スランプを超え1年半ぶりに世に出る春の曲。青く揺れている散歩道、手を取ればいつも握り返してくれた同じ歩幅で歩いたなら、わけもなく楽しくて飽きることなくはしゃいでは数えきれない夢を見て、かけがえのない幸せを分け合いながら暮らしてゆくんだ。あなたがいつもそばにいることが大きくて、些細なことも拾い集めて二人の形紡いでゆくんだ。僕もまたたまにへこたれながら、遠回りでも不可能でも今を変えてみせる。あなたが
つもそばにいることが大きくて、些細なことも拾い集めて、二人の形紡いでゆくんだ。離さない強く抱きしめたまま、寂しい気持ちになんてもさせない。これから先だってどんな時もあなたとならちゃんと超えてみせる。描いてた未来の彼方へ、彼方へ。自分がその26年間生きてきた、すごくその大事にした思いとか大事にした時間をその思い出そうとする、サリを思い出そうとする曲にしようと思ってたので、今回は、5人の演奏をもうメインにして新しい太鼓に向けて進んでる感じですね。普遍性を持ったような曲に近づいてってるんじゃないかなと、はい、思いますね。一緒にずっと歩いていくパートナー的な存在。ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。ライコライブ情報、3月30日札幌ボールにてイベント出演、 DJ 中野のラストライブになるのでファンは要チェック。詳しくはライコオフィシャルサイトで。次週3月28日の太鼓動画はついに最終回。